皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、8月の17日、14時56分、かこちゃんへのメッセージなんですが、まあ、今日もちょっとあの石川県の、高校野球のチームの試合がありましたので勝ち負けしましたので、ちょっとこんな顔で申し訳ないんですけど、動画で昔僕の家でこちらの方の台所で食べたことのあるその餃子だったと思うんですけども、僕の手料理の、まあそれについて私はあるっていうことを言ってくれてた時の動画で、まあそのことも、再度思い出したという形なんですけども、あれ以前もありましたよね。で、あの動画っていつの頃なんでしょうか。で、まあいろいろと問題事の多い中で、いや問題事っていうのがその、まあまあ少し、明るい雰囲気ということで、まあ餃子の件を思い出しましたということと、あともうあともう一つ何かあったんですか。そう、あと他にも何かこう隠してるわけじゃないんでしょうか。もう動画の出し入れしてるんだったらもう洗いざらい全部フルバージョンで、マスコミの皆さんとかも、出してください。でできるだけこれ夏場にしましょう。今のところ台風に関しては防災しっかりとできてますんで、今もう僕はしっかりしてる、対応できてる頃の状態の時に、しっかりと、動画再び公開してもらって、特にフルバージョン、どんなコメントがあるかわからないですから。で、これね、もうそもそものところ、その1996年、7年、8年の頃の、その神戸市立ホテルフルーツバフラワーパークの時に、その河川水門開閉式ダム発電とかいろんな件含めて、蒲田発電とかも含めてですよ、全島みんなで頑張りましょうっていう話だったんですよ。これ本当国会議員の皆さん、これもまあその当時の人たちもいませんけども、国会議員としてもう党として してきたことはしっかりと継続してしなきゃならないで世界にも通しましたから一応言っときましょうか全員面目丸つぶれです本当に。でちょっともうその辺のところ早く対応しましょう。僕も裁判の内容、その出した内容見てもらったら分かる通り、一番組のその数回の放送についての、支払い内容、その支払い内容をそもそも確定してもらいたくて、1時間の枠で視聴率が、まあ平均視聴率の 1.1% を超えたら、まあ、1時間で2万円だとか、平均視聴率の上下 1.1% の上下の範囲だったら1回の放送1万円だとか、そんなに大した金額求めてないんですよ。で、まあ、それ以下だと、平均視聴率 1.1% を下回ると、平均視聴率よりですよ、1時間の番組であっても5000円の支払いだとか、まあ、ある程度そのお客様のニーズに合わせてできてるかどうかっていう、そのしっかりした番組を作ってるかどうかっていう基準で、そういうのを取り入れて請求なんですけども、まあ、要するに様子見なんです。あとは高島彩の証言で、スポーツの勝ち負けとかしてるとか、ゲームに関しても僕の提案でできたゲームですとか、それ証言が欲しくて、まあ、開いてるような裁判で、そこから河川水門開閉式ダム発電とか話進めていこうと思ったら、またそれはそれで別に裁判とか行って進めていかなきゃならない話になりますんで、ちょっと皆さん本当助けてください本当に。でそのもうほとんど大体書類作ってるんで、まあ90番の交通へのメッセージのところからも特許申請のその書類閲覧できるようにしてますけど、僕の方ですよ、最初の方は別の方ですけども、まあ弁理士さんとか、まあもしかしたら野党の一人ぐらいでもできるかもしれないのと、あとはまあ弁護士さんという形だとは思います。まあ
その辺のところも今まで世界的な平和外交のところで認めていただいて、その弁理士さん代とその弁護士さん代とその特許申請料を、まあ、あの国の方で費用負担してもらうと、まあ、そういうふうな形、まあ、先ほどはここの声で、まあ、それでいいか、なんかあの出すとか何かそういうふうなあの声は聞こえてきてるんですけど、もともとはそうだったと思うんですよ。で、うん、まあ、その辺のところで、援護をいただけないですか。この間の8月9日の件でもしっかりと僕の方でも把握できました。全員が全員僕のことほったらかしであると。これ絶対進まないですよ、本当に。全頭を上げてほったらかしは本当勘弁してください。本当に。まあまあ、ホームページである程度佳子ちゃんのこととかも記載したりしてるのは、それ指摘されなかったら、理解できないでしょうし、第三者から見られて自分がどう思われてるかと、あと実際どういうふうな現象があるのかっていうところ、昨日の、アクセスできるようにした、顔がね、だいぶ不細工な顔に変わってる内容もありますけども、そういうことがあるから、その辺、知り合いであったとしても、おじいさんから顔もらったりしちゃダメ。顔で生き方なんか決まらないから。自分がどう生きていくかを知識を持って、何が正しいかをしっかりと定めなかったら、真面目に生きてきたつもりが悪いことをしていましたっていうことになってしまいますから、まあ、一応ホームページの方で第一印象の、方の息子娘さんが海外留学はやめてほしいっていうことを記載してたんですが、年齢的に行ったら行ったら利用されてしまうわけじゃないですか。結局それぐらいの20歳前後ぐらいの年齢でこうあれこれ言われてどうにか対処できるかって言ったらそれも絶対無理でしょうし、力関係とかありますから。だからそれするといろんな国でお互い利用し合ってしまいますから、そこに商業原理とかありますから、そこでどうしてもそういう方向性に仕事という形で走ってしまうと。これがあるから、もう一応第一印象とは書きましたけども、もう大企業の方たちも含めてもうこっそり全員やめましょう。もう社会人になって裁判とか自分でできるようになって経験して実力ついて、それから海外云々といろいろあとは話し合うぐらいですよ。今の時代もう海外で何かを作るとかそれもしなくていいですから、エネルギーの消費につながるだけです。ですので海外留学イコール完全にいらないものということで、しっかりと皆さん、定義づけ、持ってください。以上です。ちょっとまあ最後の方、固い話になりましたけども、まあまあまあ、かこちゃんとのその楽しい思い出もね、思い出してるんで、ただこの間のその、まあ、あきこさんということにしておきましょうか。年齢確認者42歳でしたので、僕との年齢差が5歳ぐらいでしたので、もう髪の毛染めて、いるのも、非常に、ちょっと許容できる範囲ではないところではありますし、それとエネルギーの残存量問題とか結婚問題を言ってるのに、返答もしないっていうのは、これはもう到底容認できないんでね、二度と来ないでください本当に。あと三笠の三宅のたまに忘れてますけども、陽子っていう人でしたっけ。あの人は音楽番組出てましたね。髪の毛金髪に染めて、あの人とも会いたくない。だからどこからどこまでその2名に関してはやらかしてるかっていうところをしっかりと調べた方がいいです。テレビ局と関わってそのコスプレ業界とかそういう方向性へ行ってズル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 ということで、いつの間にかそういう業界と関わっていたとか、そういう業界で働いていたっていうところまで、エロ業界としてね、だからキャバクラとかいろんなところ、そういうふうなこと、これ可能性としてはあるといえばこれはあり得るんで、東京都が本当にエロ業界の総本山ですから、そこが一番危ないところ、その辺で生きてる一般人の人の感覚も含めてですよ。大体の人が分かってないですから、テレビがずっと年齢制限がどうのこうのみたいなことを言ってたでしょ。の刑法175条見たら分かるから、あと軽犯罪法とか。
で、他にもいろんな法律あります。僕のホームページの、 あの下の方の欄のところで、確か番号をつけてなかったところだと思うんですけども、対エロ業界用の法律っていうところを見てもらったらわかると思います。あれだけじゃないですから。他にもまだいっぱいありますよ。さらに会社との結び付き合いとかお金の流れとかいろんなことまで含めてきたら、もうとんでもない量の法律でついてきます。でそれを、分かってなかったのが首都なんですよ。どうしようもないでしょ。だから首都移転っていうことを一時期僕は言ってたんだと思いますよ。だけどもまあそれができそうかできなそうかで言うとできないし、そもそも人口はずっと減少してますから、別に移転する必要もありますし、まあ今回この動画に関しても昨日も、まあ、かこちゃん宛のメッセージで、まあ、皇室の方たちと、動画、公開しましたけども、まあ、髪の毛を短く切って、こういう髪の毛の長さであると、以前のその長い髪の毛を想像してたら、多分、そちらもそうだと思うんです。僕を見かけても気がつかないと思うんです。急にこういう髪の毛短い人だったら。でしょ、皆さんそうでしょ。急に髪型とか変わって分からないでしょ。そもそも髪の毛の色変わったりとか。だから、もともと化粧とか髪の毛染めるっていう行為は変装グッズであって、何か悪いことした人間がする行動であって。まあ、その辺のところはちょっと理解していただいて。あとまあ、黒い服を着ていた、その、服の時に、その、かこちゃんがね、私はあるっていう、その餃子を、作ってあげたりだとか、あれ、何回ぐらい僕、手料理作ってあげましたっけ？そこそこ何回か僕の家遊びに来ましたよね、子供の頃。で、まあ、マスコミの人たち、今まで他にもいろんな動画あるんだったらフルバージョンで、出してください。防災うまくいってますんで、夏場にしましょう。その方が、台風の抑制とかしやすいですし、あと気温が上がらなくていいです。無駄にエアコンとか使われないんで、エネルギーの残存の問題的に。早めのご対応のほどよろしくお願いいたします。以上です。